どうせ今回は個人的に2023年秋アニメ週間ランキングを発表していきたいなと思います。対象作品は10月29日日曜日から11月4日土曜日までに放送されていて、私が視聴している作品となっております。ちなみになんですけど、この対象期間に進撃の巨人が放送されていたわけでございまして、私視聴しているんですが、今回のランキングからは、外しております。対象外にしております。もう土俵が違いすぎるんで、ちょっと比べるのはありかなと思ったんで外しております。ご了承ください。今回個人的な感想になりますので、ぜひ皆様のご意見もお聞かせください。それでは早速第10位から発表してまいります。第10位、呪術廻戦39話ということで、まあ、今回久しぶりにですね、スクナが登場したわけでございます。まあ、そんなスクナに対しましてですね、ゲトーを慕っていた、女子高生2人と、ジョーゴですね、その3人ですかね、が相対していったっていう話なんですけど、まあ、今回思ったのがですね、ジョーゴめっちゃ主人公やんって思いながらね、私視聴しておりまして、ちょっと結構ね、胸が熱くなった部分があるんですけど、このジョーゴって基本的に今までってボコボコにされていたんですよね。五条にね、ボッコボコにされていたから、いや別にそんな強ないやんっていう感覚やったんですけど、強いんですよね、ジョーゴって。めっちゃ強いっていう、ところがございましてですね、でしかもかっこいいのは、少なくてもバカほど強いわけでしょ。めちゃくちゃ強い相手に対して自分の目的のためにこう立ち向かおうとしてるんですよね。でそれがなんかかっこいいなぁみたいな、この渋谷事変の中で今一番主人公やってんちゃうのってぐらい、まあジョーゴがかっこよかったので、まあそこに、結構熱くなった部分があったし、今面白いなと、感じた部分でございました。なので、まあ、次回スクナと戦うと思いますので、どういった戦闘シーンが見られるのか、もうめっちゃ迫力あると思うんで、楽しみだなって思っている次第でございますし、まあ、そんなスクナですね、なんか一撃でも入れられたら、なんか渋谷におるやつ全部ぶっ殺したるわみたいな、スクナ言っていたかと思うんですけど、一人を除いてみたいな感じだったんですね。お前相変わらず伏黒のこと好きなんかいっていう、ところですね。まあ、可愛いなと思った次第でございました。でそんなね、可愛い女子高生二人いたでしょ。可愛い女子高生、あんなエグいことすんのみたいな、もう顔スパーン言うてね、切られて、でパターンって落ちて、で「なってるなってる」みたいな、で「少なくそー」って言ったら、もうサイコロステーキにされるっていうね、ジャンプ作品は何ですか、サイコロステーキにされるキャラクターがいないとあかんっていうルールが今現代あんのみたいなこと思いながらね、そのやっぱ残酷さですよね。多分おそらくやっぱ呪術廻戦ってどれだけ主要キャラクターというか人気キャラクターでも殺していくんちゃうからみたいな、やっぱ空気感がねありますので、その残酷さっていうところもね、今後、注目していきたいなと思ってる次第でございました。単純に熱くなれる、回だったかなと思います。第9位、ティアムーン帝国物語5話と、いうことでですね、まあ相変わらず面白かったなぁと言いますかですね、まあここまで見てきて、私この作品に対して思ってるのはですね、面白いっていう、ところよりもなんか心地がいいなっていう感想が適している作品なんかなって思いますね。まあ単純に面白いんですよ。そのすれ違いコントっていうところ、そのミーヤ姫がですね、思い描いている通りにはならないんだけれども、でも未来は結構いい方向に進んでいるよねっていうところが、まあこの作品の面白さなんじゃないかなって思うんですが、まあ現状ですね、現状この作品に悪いやつ一人もいないんですよ。まあ第1話の時点ではですね、まあそもそもミーヤ姫が悪いやつっていうところもあるし、まあ反逆して生きていて残酷な、ところもあるかと思うんですけども、その、タイムリープというか、もう一回人生をやり直してからは悪いやつがもう全然おらんっていう、ミーヤ姫のおかげでみんながこうハッピーになっていってるっていうところのやっぱ心地よさっていうのが、この作品の、非常にいい武器になってるんじゃないかなっていうところを思った次第でございました。まあそんな中ですね、第5話何やったかっていうと、ミーヤ姫がですね、今回お弁当を作ろうっていうね、まあ非常にのどかな、展開だったわけでございます。でその前ですよね、死んだ時っていうのは、シオンにね、弁当を渡しに行こうっていう、まあ欲望に満ち溢れていたミーヤ姫がね、行っていた行動なんですけど、その断られたんですね。いやいりませんみたいな感じで断られて、ぼっち飯をしたと、その屈辱があるんで、まあ今回はシオンにはあげませんよと、でめちゃくちゃ優しいアベルにあげますよと、いうところでアベルにね弁当作っていくんですけど、ミーヤ姫ね弁当作れないと、で羊も弁当作れないと、ところで友達なんかにもね、いろんな人に声をかけて、みんなで弁当を作っていこうと、じゃあみんなで弁当を作るんやったら、じゃあ塩にもあげてもええんちゃうかと、いうところでみんなの合作お弁当をですね、アベルと塩にあげていくという流れになっていくんですよね。で塩も塩でなんで弁当を受け取らなかったかって話なんですけど、別にミーヤ姫のことがね嫌いやったとか、そんなことじゃなくて、誰か特定の人から弁当もらっちゃうと、やっぱ国のねその影響が及ぼしてしまうっていう、そういったね、やっぱその、
まあ、王子だからこその悩みかもしれませんけども、そういったものがあって断っていったんだっていう、ちゃんと、シオンにはシオンにも、理由があったんやっていうところが、まあ、明らかになっていきますし、その理由をですね、ミーア姫がですね、思い描いていた通りじゃないんですけども、解消していって、まあ、相変わらずミーアのですね、評価が爆上がりしていくっていうところも、まあ、作品の良さがね、出ていて面白かったんじゃないかなと思った次第でございました。まあ、そんな中ですね、アベルに対してですね、弁当あげるよ、みたいな、最後ね、展開で終わっていたかと思うんですけど、アベルの中でですね、その弁当の期待値爆上がりしてるっていうね、話で、ミーア姫もね、嘘やみたいな感じになってましたけども、さ、当然っていう話なんですよね。だって、好きな人からね、もう愛している人から弁当もらえるわけでございますから、そんな弁当爆上がりするに決まってるんですよ。で、何でもいいんですよね。好きな人からもらえる弁当って、いや、めちゃくちゃ美味しい弁当やったら嬉しいですけども、なんかおにぎりとさ、卵焼きとタコさんウインナーとかさ、別に焦げててもいいのよ。焦げててもさ、好きな人からもらう弁当ってやっぱめちゃくちゃ力出ると思いますので、まあ、ミーア姫はね、なんかめっちゃええ弁当作らなあかんってなってるけども、もう何でもいいんだよなっていうところも、まあそうですし、まあここでもね、やっぱすれ違いが生まれてるのがですね、この二人っていうのはなんか馬術部だったかな、馬乗らなあかんっていうところで、同じ部活にね、ミーア姫とアベルって、入ってるんですけども、そこでなんか結構いい感じになったんですね。この二人ともドキドキするみたいな、緊張するみたいな展開があってですね。ミーア姫の思ってる緊張と、そのアベルのね、思ってる緊張で絶妙に違ってるんだよっていう、すれ違ってるんだよっていうところを描いてからの、この弁当への期待値もちょっと違った意味で捉えてるねっていうのが、まあ非常に面白く繋がっていたんじゃないかなと思いました。安定している作品だなと思っております。次、第8位。最果てのパラディン第5話ということでですね、もう今回めちゃくちゃ思ったのが、ドワーフの生き残りの反論っていうんですか、竜退治行けやーみたいな、あれすっごいわかるなーっていうか、やっぱドワーフの生き残りって戦えなかったから生き残ってんすよね。お前らは残っとってくださいみたいな言われて、その王が鉄を立ち向かっていって殺されてるの、ただただもう見守ってただけなんで、ドワーフの生き残りっていうのは、そういう境遇からすると、もうせっかく立ち向かえるチャンスがあるんやから、もう行かせてくれやーみたいな、生き残りたちの気持ちは、まあ、めちゃくちゃわかるなーと思いながら、主張しておりました。ほんでそこでルーが言っていくのが、勝つっていう気持ちがないとあかんやんっていうことを言っていくんですよね。で、それ聞いて私もハッとさせられるんですよ。そこ、今まではね、生き残りたちの気持ちに同情していたんですよ。もう200年間も惨めな思いをしていたわけでございますから、その竜に立ち向かっていって死にたいっていう気持ちも、わ、わかるわって思ってたんですけど、逆にね、その死んでしまうと、ね、死にたいっていう気持ちで、ね、勝とうを言うてね、立ち向かっていって命を落とすんやったらまだあれですけども、死にたいから行くっていうのは逆に、その忠誠を誓った王に対する、まあ侮辱的な行動になってしまうんちゃうかっていうのもあるし、まあ言うてしまったら滑稽ですよね。っていうのを、そのルーの言葉でハッとさせられました。確かにと思って、ルーの言ってることもその通りやわ、みたいな。ことを思うんですよね。まあだからこそだと思うんですよ。私もハッとさせられたし、ウィルもね、その気持ちを聞いて、まあ動いていたかと、行動をね、取っていたかと思うんですね。竜と戦いますよっていうのを、決めたかと思うんですけども、そんなドワーフたちの思いを背負っているウィルがですね、どういう風に竜と戦っていくのかは非常に楽しみだなと思ってる次第でございますけども、そんなウィルがですね、まあ最後ら辺に言っていたセリフ、これがまあ全てなんじゃないかなって思うんですけど、死にたくもないし、痛いのも嫌やって言ってたんですね。これ多分全員思ってんですよ。そのドワーフの生き残りもですね、死にたいみたいな、竜に立ち向かっていって楽になりたいみたいなことを言ってるんですけども、絶対に心の底というか、本音ではですね、いや死にたくないとか痛い思いをしたくないっていうのは絶対思っていると思っていて、でそれを素直に口に出せるウィルの凄さなんですよね。これこそがまあ真の勇者なのかなとか思えるというか、ウィルの凄さなんだろうなっていうところを感じ取れるセリフだったかなと思いました。で、一点面白かったのは、ガスにね育てられてるんで、脳筋のガスに育てられてるんで、筋肉強になってるウィルっていうのはね、相変わらず面白かったなと思った次第でございました。次、第7位でございます。神選び5話ということで、まあ、前回の第4話でですね、なんか天使くんっていう噂がなんか広まってるよみたいな話をしておりまして、これ絶対候補者やみたいな感じになっていたんですけども、まあ、案の定候補者だったよっていうところで、この天使くんのトリックなんですけども、この天使くんをやっていたのがですね、達也くんっていう、まあ、いじめられっ子だったんですよね。で、達也くんってのはその能力を持っておりまして、候補者なんで能力を持ってるんですけども、相手の気持ちをですね、少しでも開くことができれば操れますよみたいな、なんかそういう感じの能力を持っていたんですよ。なので相手の心を開くために天使くんっていう噂を
広めて、操っていましたね、みたいな。それが、まあ、天使くんのトリックだったわけでございますよね。要は、相手のことを分かってるかどうかっていう、ここが、まあ、今回第5話というか、まあ、天使くんの、話の根幹だったのかなって思うんですけども、そこでですね、その、達也くんと仲良くしてるやつがいて、それがですね、こうきくんっていうやつなんですね。このこうきくんっていうのが、もともといじめられっ子やったんですよ。おじいちゃんにですね、相談していたんですけど、そこでおじいちゃんに言われたのは、いや、お前はいじめられっ子のこと分かってないやろ、みたいなことを言われるんですよね。私、それはね、結構理不尽かな、みたいな。私の中ではね、いじめるやつは100悪いと思ってるから、まあ、おじいちゃんの意見は、ちょっと分からんなと思いながらね、見ていたんですけど、まあ、こうきくんの中では刺さったというところですね。実際にヤンキーになってみたんですね。やっぱ相手の気持ちが分からないと、まあ、向き合えないと思ったんでしょうね。実際ヤンキーになって、ヤンキーの気持ちも分かるようになったと。で、いじめられっ子の気持ちも分かるし、ヤンキーの気持ちも分かるしっていう、両方の気持ちが分かる、こうきくんが誕生したわけでございますけども、これによってですね、結局どっちにも寄り添えない人間が爆誕してしまったっていう、話なんですよね。いじめられっ子に寄り添おうとしても、でも、ヤンキー側の言い分もわかるしなっていうところがあって、やっぱ完全に寄り添えなくなっちゃってるんですよ。だからこそ、達也くんってのは最後、こうきくんに何を言ったかっていうと、君には助けられない。って言うんですよね。それは完全に寄り添ってくれないからなんですよ。両方の立ち位置が分かるからこそ、達也くん側に100いけないんで、結局助けられないっていうところがある。このセリフがまあ非常に染みたなというところがございましてですね。いや、面白かったなと個人的に思っております。まあ、神選び見てる人どんだけいろんな問題ってね、全くツイッターでも見かけませんからね。もう誰もつぶやいてないみたいな感じ。第1話で、ここの制服おかしいやろって突っ込んだのツイート以降ですね、一切感想を見かけておりませんけども、個人的には神選び、おもろいんちゃうかなって思っておりますので、まあ、ぜひ気が向いた方ですね、視聴していただければなと思っております。CG アニメっていうところも敬遠される理由かもわかんないですけどね、まあ、個人的には面白いなと思っている試合でございました。それでは続きまして第6位。デッドマウントディスプレイ16話ということで、まあ、今回戦闘シーンがね、多めだったので、まあ、そこも面白かったんですよ。戦略もしっかり練られていたんでね、いいなぁと思いながら視聴していたんですけども、やっぱりこのデッドマウントディスプレイはですね、いろいろな思惑が交錯し始めるっていう、ここにワクワク感を覚えていくんですよね。で、しかも、今回ね、その、交錯してますよっていう思いがいろいろとね、混ざり合ってますよっていうのを電話で見せてきたんですよ。電話を使って、いろんな思惑が交錯してるっていうのを見せてくるんですよ。で、電話ってやっぱすごく使いやすいというか、誰と会話してるかわかんないじゃないですか。相手いないからね。わかんないから、この会話だけだと、誰が誰と電話してるかわかんないんですよ。これを今回すごくうまく使っていた。電話での見せ方を一貫していたなって思うんですよね。細野木さんから岩の目電話するっていうのもそうですし、日黒が電話してるっていうところもそうですし、ヤズ兄弟の電話っていうところもそうなんです。誰が誰と電話してるかわからないからこそ、どことどこが繋がってるかわからないし、でも会話の内容は合致してるっていう、これが非常に面白かったなーって思った次第でございました。で、しかもですね、わけがわからなくなるわけじゃないんですよ。まあ、いろんな思惑があって、これ登場キャラクターがマジで多いんですよ。デッドバンドディスプレイ。公式サイトのキャラクターのページ見ていただいたらわかるんですけど、もう多すぎてですね、一人のキャラクターの選択の、なんていうんですか、アイコンがめっちゃちっちゃいんですよ。もうそれぐらいキャラクターがたくさんいて、いろんな思いが交錯してる作品。だからこそ、集中してきた今が面白くなってるっていうところはそうなんですけども、今回のこの複雑にさせるやり方、電話での見せ方っていうのは、まあ、本当に複雑に交錯してはいるんですけども、綺麗なんですよね。綺麗に絡まってるっていう印象がございましたので、まあ、非常に見せ方としても面白かったなって思いますし、この絡まってるものがほどける瞬間ってやっぱ絶対気持ちがいいので、まあ、ずっと言ってるんですけど、デッドマウントディスプレイって後半になればなるほど面白くなっていくんじゃないかなと思ってる試合でございます。第16話面白かったなっていうところでした。次、第5位でございます。トップ5でーす。君のことが大大大大大大好きな100人の彼女4話ということですね。もうギャグとしてもやっぱ高らかに笑えたんですよ。相変わらず面白いなと思っていたんですが、まあ、今回ね、サブタイ通りにですね、ギャグだけではなかったんですよ。イチャイチャするだけでは終わらなかったっていう、しっかりと、恋愛要素でも、決められていたなっていうところが素晴らしいポイントだなって思ったんですよ。まあその今回ババ抜きをやっていくってね、ババ抜きを通して、みんな仲良くなりましょうよっていうね、お話だったんですけど、このレンタロウがね、一体どこまで見越してね、このババ抜きをやっていたのかはわかんないんですけど、前回から彼女になりました、静香ちゃんっていうね、めちゃくちゃコミュ障で、
音声アプリを使って会話してるっていうキャラクターがいるんですけども、この音声アプリにですね、歴代彼女のその名前を入れてたんですよね。で、最初は静香ちゃんって上の名前で呼んでたんですけども、仲良くなってきまして、心を開きましたから、下の名前で呼び始めるっていう。だからどこまでこれ見越してですね、レンタロウがその名前を登録していたのかはね、わからないんですけども、やっぱそこのレンタロウの思いやりの気持ちっていうところはね、非常に素晴らしいものがあったんじゃないかなって思いますし、このレンタロウがね、相手のいいところをめちゃくちゃ見つけるんですよね。三人の彼女のね、いいところバンバンバーンって言ってくっていうシーンがあったんですけども、ああ、だからかと。だから、100人も好きになれたんだろうなっていう中学生時代ですね。100人好きになって100人に振られたっていうね、ヘドが出るわって振られるシーンから、この作品って始まってるんですけども、それだけ人のいいところをね、見つけられる男だからこそ、100人好きになれたんだろうなっていうところを感じるし、まあ、それは一種の才能ですからね。いいところを見つけ出していくっていうのは本当に才能やと思うから、普通はやっぱ悪いとこ見ちゃうじゃないですか。この人ここおかしいなみたいな、まあ、静香ちゃんだってさ、こいつなんでこんな喋れんねんみたいなことを思うかもしれないんですけども、やっぱそこを思わないんですよね。レンタロウっていうのは全く思わなくて、いいところを拾っていこうとするっていう、やっぱレンタロウの素晴らしさというか、その主人公がめちゃくちゃ魅力的やから、このラブコメっておもろいんやろうなとか思いながらですね、第4話、視聴していた次第でございました。ほんで最後のシーンなんですよ。最後のシーンがね、私めっちゃ好きでですね、最後どういう展開で終わるかっていうと、レンタロウがね、3人にキスしてですね、いやもうこんなに素晴らしい魅力的な彼女と付き合えて俺は幸せだよみたいなことを言うんですよね。で、そこでその3人の彼女たちがですね、だからそれはこっちのセリフっていう、だから3人分けて喋るんですけど、最後の語尾がみんな違うんですよ。なんかですとか出会ったとかね、だからまあいろんなことを言うもんですから、レンタロウがね、なんか語尾の大渋滞だみたいなツッコミをして終わっていくんですけど、これがやっぱめちゃくちゃ素晴らしいっていう話で、三人とも、まあ、個性違うんですよね。まあ、それぞれレンタロウがいいとこ言ってる時も、まあ、三人とも違ういいところをね、見つけているっていう話なので、個性が全然違うと、まあ、見た感じみんなバラバラの性格をね、してるんですけども、でも、思ってることは一緒なんですよ。レンタロウへの愛っていう。ここはまあ、三人一緒やし、で、そこに対して三人に対してもしっかりともう最大の愛を注いでいるレンタロウっていうね、もうお互いがお互いを思い合ってるっていう、個性がバラバラやのに通じ合ってるっていう、最後の語尾の大渋滞っていうね、非常に素晴らしい、まあ面白いツッコミでもあるし、ラブコメ要素としても非常に綺麗な締め方だしっていうところで、第4話めちゃくちゃ面白かったんじゃないかなって思いました。次第4位の発表です。第4位、経験済みな君と経験ゼロな俺がお付き合いする話5話ということで、まぁ、今回ですね、リュートと白川さんが海へ行きまして、で、ほんで台風来まして、で、一泊しますよ、みたいな、そういう話やったんですよね。で、今回の君ゼロ第5話を視聴しましてですね、絶対に頭に流れた楽曲あると思うんですね。それ何かっていうと、君のせいなんですよ。青豚の君のせい流れませんでした？君のせい、君のせい、君のせいでって流れませんでした？私もうめっちゃ流れて。で、江ノ島に行ったんですよね、今回。で、江ノ島に行くだけやったら全然いいんですよ。いろんな作品で江ノ島行くじゃないですか。ただ、電車ね、電車の構図がなんかめっちゃ青豚やん、思って。めっちゃ被ってるやん、思って。でもずっともう電車見てから、君のせい流れ続けてですね、君のせいと共に君ゼロを見ていた私、でございますけれども、まあそんなことは置いといてですね、今回面白かったポイントなんですけれども、 A パートのね、なんか海でイチャイチャするみたいな、それいいんですよ。それ置いとくって話で、その一泊しますよっていう、同じ部屋で寝ますよっていうところからが今回面白かったなって思うんですけども、まあ、そのもう寝ますよと、電気消しますよってなった時に、白川さんがこう誘ってくるんですよね。龍とこのまま寝てもええのみたいな、胸パーン言って見せて、私は全然いいけど、みたいな、やりませんかみたいな感じで誘ってくるわけなんですよね。で、ここって、やっぱその白川さんは今まで通りの白川さんでもあるし、ちょっと変化してる白川さんも感じ取れるポイント。今までっていうのはやっぱ、一つ屋根の下でね、男女が寝るってなったら毎回やってたんでしょうね。うん。やらないと、まあ、男子寝ないみたいな、そういう、まあ、イメージがあるから、竜と誘っていったっていう、ところもあったりするかと思うんですけども、竜とに対してもやっぱちょっとずつ心を開いているっていう話なんですよね。まあ、それは白川さんも言ってまして、まあ、ちょっとずつ好きになってるわ、みたいな。キスね。
全開したんですけども、それも、まあ、自らやっぱしたいって思ったっていう、こんなん初めてやわ、みたいな、言ってましたから、変わってってるっていう。で、しかも、触れたいって思ってるんですよ、白川さんもちょっとね。その、A パートでもね、あの、しょうもない A パートでもですね、あの、オイルを塗ってもらうみたいな、日焼け止め塗ってもらうっていうところも、やっぱ、触れてるわけじゃないですか。リュートに体を触れられてもいいっていうところもあるし、逆に白川さんは触りたいっていう、気持ちもあって、で、その宿に泊まった時に、お風呂先にね、白川さん入って、で、帰ってきた時に、リュート何やってたかっていうと、腹筋やってたんですよね。で、その、腹筋やってるのを見て、いや、ちょっと触らせてよっていう、言ったんですよ。だから、触りたいし、まあ、触られてもいいしっていう、やっぱその気持ちの変化っていうのは現れてるよねっていう中でですね、でも、やっぱまだやりたいとはなってないんですよね。やっぱ一歩踏み出せてないっていうところがあって、あ、じゃあまだいいわ、みたいな。リュートは我慢するんですよ。もう素晴らしいなと。私やったらね、たとえ、なんかその付き合った時にですね、いや、俺は違うと。あの、ね、白川さんが、やりたいって言わない限り、絶対やらないからって言っても、あんな隣で寝てさ、隣で横にあんな胸ボーン言うて、あって、で、抱きしめたわけやん、今回。抱きしめたい。あの、抱きしめたのにさ、そこでやらないって、お前すげえな、みたいな。これが童貞やからこそできる技か、と思いながら見ておりまして、まあ、びっくりしたんですけども、でも、ね、しっかりと、白川さんは白川さんの中で、この一線を越えられない理由があるっていう、ところがあるんですよ。もうキスまでしてさ、で、触らせてもいいっていう気持ちがあるのに、なんでやらせんねん、みたいな。もうそこまでもう、言ったら好きやん、みたいな思ってたんですけど、ちゃんと理由があって、2ヶ月の壁っていうのがあるんですよね。まあ、これはその一泊してる時もなんか2ヶ月目もこんなんできてたらええなみたいな白川さん言ってたんですけど、2ヶ月目になんか疎遠になるだとか別れちゃうだとか、そういったところがあるっていうところの、その2ヶ月目のジンクスがあるから、あ、一歩踏み出せないんだっていう、あ、ちゃんとやらなかったっていう、そのやりたい気持ちに一歩踏み出せない理由っていうのはしっかりあるんだっていう理由付けがあったっていう、私疑問やったからなんでやらんのっていう疑問があったら、ここまで来てやらんのおかしいやんっていう疑問に対して、あの速攻でアンサー出してくれたので、まあ、それは非常に気持ちいいものがあったなって思いましたし、まあ、ここでね、あの白川さんの友達が言ってたり、その両思いっていうところの考え方ってなんか素晴らしくない？なんかお互いがお互いさ、同じ重さがあったら、ね、嫌に思わんよねみたいな、素晴らしいみたいな、ちょっと若いけどねその考え方、若いなと思いつつも、まあ、なんかちょっと素晴らしいかなみたいな、ところもございましたので、非常に良かったかなって思いますし、やっぱ締め方も綺麗でしたね。あのラストマンですよね。リュウとは私にとってのラストマンだからみたいな終わり方してたんですけど、これがですね、あのアバンですね、なんか英語の勉強をしてるみたいな、なんかラストマンなんたらライみたいな、私ほんまに英語できないんでわかんないですけど、それの意味っていうのが、世界の最後に嘘つくやつやみたいな、直訳するとね、なるから、じゃあ実質正直者ですって、ね、なんちゅう遠回しな言い方すんねんみたいな、英語めんどくせえって思ったんですけれども、そういう話をしておいて、ラストマンで、最後締めていくっていう、この構成も非常に素晴らしかったんじゃないかなと思いましたので、第5話は、素晴らしかったなと思います。まあ、ただですね、その黒瀬さんがえらい暴走しておりますから、これがちょっとノイズになりかねないかなと思ったりもしているんですけれども、あの白川さんの思いっていうのはいいものがあったかなと思います。以上です。ここからはトップ3の発表でございます。第3位、アイドルマスターミリオンライブ4話というところで、めちゃくちゃ良かったね、ミリオンライブ。今回ですね、あの未来ちゃんがですね、なんかその原っぱでライブしようみたいな、あの突発的に考えをですね発信するっていうところから始まっていったんですね。特にプロデューサーに確認をすることもなく、なんかグループラインってところで、なんかみんなでライブしようよ、ポーンって出すんですけども、そのミリオンライブってもうどえらい数のアイドルがいるんですね。あれ何人いるんですかね ?30 人ぐらいおるんちゃうかみたいなぐらい、バー言ってアイドルいるんで、その賛同していく人もいるんですよね。な、それめちゃくちゃええやん、みたいな、やろうっていう人もいれば、その人から人へですね、情報が伝わっていくものですから、なんかおかしなことになっていくんですね。なんか何でもやっていいよ、みたいな。ほんまは普通にライブやるだけやのに、なんか祭りみたいな、屋台も出して、みたいな。これがやっぱ大人数だからこそ起こる問題でもあるしね。さらになんですけど、こんだけアイドルがおれば反対するやつもおるって話で、あの、ももこちゃんっていうアイドルがいたかと思うんですけども、この子がもうえらい反対してるんですね。なんか、プロとしてやるわけですから、ちゃんとしたのを見せなあかんやろがいと。
で、それは今じゃなくないみたいな、その、なんか原っぱでさ、なんか仮設ステージ作ってそこでやるんじゃなくて、今建設してるね、そのライブ会場ができて、そこで一発目ドーンってやると。で、そこのために今頑張っていくべきなんちゃうかって、これ桃子ちゃんやっぱめっちゃゆっくちゃええこと言ってると思う。まあ、子役やから、もうプロとしてしっかりと活動しているからこそ言えるセリフやと思うし、私もそう思いますからね。私も、和太鼓をね、演奏しておりまして、いろんなステージに立たせていただきますけれども、やっぱお金もらってるんで、一応ね、出演料みたいな形でお金もらってますから、変なことできないんですよね。やっぱプロとして、まあセミプロというか、まあ素人なんですけど、別に、別に太鼓で食ってるわけじゃないから、それでもお金はもらっているわけでございますから、まあ下手なことはできないっていうね、すべてのステージでまあ全力出さなあかんっていう、素敵なものを見せなあかんっていうのは私思ってるから、めっちゃ桃子ちゃんのね、セリフはもう共感できましてね、もうその通りみたいな。さすがにちょっと未来ちゃん考えなしすぎたかなみたいな。で、出演できない人もいたでしょ、他の仕事があるから出られませんみたいな。そこも多分未来ちゃん全く考えてないんですよ。みんなでやろうみたいな、みんなでこれできるでしょうみたいな感じで投げてるっていうところもあるから、その未来ちゃんの計画性のなさっていうところが、まあ非常に露呈した勢いだけだよねっていうところが露呈したのかなって思うんですよね。さらにみんながみんなやっぱ違う思いを持っていて、反対する人もいるし、まあ賛成していてもなんかちょっと考えてること違うしっていう人がいるっていうところがある中で、それでもそろってっていることは一つだけあるんですよね。それがステージに立ちたいっていうことなんですよ。ステージに立ちたいっていう思いがあるから、みんなアイドルになってるんですよね。で、そんな中で未来ちゃんっていうのは、そのステージに立ちたいっていう思いを叶えるために今回行動したんですよ。とりあえずやってみたっていう、まあ、これはやっぱその未来ちゃんの計画性のなさっていうところは確かにあるんですけど、でも行動していくことってやっぱ大切やと思うし、とりあえずやってみてから考えるっていうのも、それはそれで一つの提案なんですよね。で、それを聞いてプロデューサーが支えていくっていう、みんながやりたいことがあって、で、それを言ってくれて、で、それを俺も一緒に歩んでくんやって言っていくっていう、これもやっぱプロデューサーとしても素晴らしいですし、その思いっていうのは心の底からね、プロデューサーって思っているからこそ、あのマイク越しでね、みんなに聞こえましたけど、みんなの心に刺さるんですよね。未来ちゃんの言葉っていうのも、みんながみんななんやかんや心の底で思っていることやから、刺さっていくっていうところもありますし、まあプロデューサーの言葉っていうのも、本当の気持ちが乗っかってるから、全アイドルに刺さっていったっていうところがあると思いますので、アイドルの思い、プロデューサーの思い、どちらも熱いものがあって、で、前向きなものがあってっていうところで、非常に素晴らしい、回だったんじゃないかなと思った次第でございました。まあ、これで一致団結しましたからね、みんなが。今後どんな風に、アイドル道を進んでいくのか、まあ、楽しみになる回だったなと思いました。素敵だったと思いますっていうところで、次!2位の発表していくんですけども、私の中で、この第2位と、第1位が、先週の中で、まあ、特に面白かったなと思っている作品でございます。それでは第2位の発表です。第2位。星屑テレパス第4話ということで、もう泣いたー。めっちゃ泣いたー。正直ね、先週の作品で私が涙したのは、星屑テレパスだけなんですけども、非常に泣かせていただいたというところですね。今回の第4話なんですけど、まただきちゃんを仲間にすべくですね、ペットボトルロケット対決を行うっていう話だったんですね。で、結論からお伝えすると、まただきちゃんが圧勝したっていうことでですね、まあこれ卑怯っちゃ卑怯ですけどね、ルールにはないですよ。なんか水で噴射してくださいみたいな、ルールは決めてないと思いますけれども、その水でね、普通に、ペットボトルロケットを作っているウミカちゃんに対してですね、火薬とか使ってガッチガチに噴射したバタダキちゃんっていうね、ちょっと笑わせていただいたんですが、まあとりあえずバタダキちゃんが勝利したんですよね。なんですけども、そのバタダキちゃんがですね、ウミカちゃんになんか喋るよみたいな、ことを言うんですよ。素晴らしいものをね、見せたんやから下向いとんなみたいな、なんか言えやみたいな感じで喋らせる機会を与えるんですよ。で、そこでウミカちゃんが何を伝えたかっていう話なんですけど、ゴーグルかっこいいって伝えるんですよね。いや、これがやっぱめちゃくちゃ良かったなって話で、まずマダダキちゃんからするとくだらないことを言われると思ったんですよ。負けたのにね、ウミカちゃんたちって負けたのになんか仲間に誘ってくるだとか、ね、技術力が欲しい、今回火薬でボーンやりましたから、その技術が欲しいんですよね。ウミカちゃんって言えばガチでロケット作りたいから、まあ、とかなんか資金くれとか、いや、くだらねえことを言われるだろうなって思ったら、ゴーグルかっこいいっていう全く想像してなかったくだらないことを言われたんですよ。で、これは、ウミカちゃんがずっと言いたかったことなんですね。中学生時代から。本当に伝えたかったのは、なんか仲間になってほしいとか、
友達になってとか、その ロケット作り手伝ってとか、そんなことじゃないですよ。ゴーグルかっこいいってずっと言いたかったんですよ。それを言いたかって、なんかその廊下でね、話しかけたんですけど、やっぱなかなか言えなかったっていう、ところがあった、うみかちゃんが、まあ、今回ですね、まあ、ゆうちゃんとか、まあ、はるのちゃんとかとね、一緒に触れ合うことによって、本音を伝えられるようになっていて、で、しっかりと、まあ、本音を伝えられたっていう、まただきちゃんに、で、しかもそれが、しっかりとまたたきちゃんのね、心に刺さってるんですよ。で、その後だってまたたきちゃん何言ったかっていうと、くだらねえよなーって言うんですよね。くだらねえっていうわけ。それ何がくだらないかって話なんですけど、あんだけなんかね、ロケット勝負ふっかけてきて伝えたことが、ゴーグルかっこいいっていう、そこもうくだらないんですよ、正直。私もやっぱ客観的に見ていて、こんだけ大それたことして、それかいみたいな感じのくだらなさもあるんですけども、あのくだらねえっていうのはやっぱ自分に対するくだらねえなんですよね。意固地になって素直になれなくて、本当のことを伝えられない。うみかちゃんって伝えてきてくれたのに、自分はこう伝えられないっていう、そこの正直になれない自分に対してのくだらなさっていうところを感じていくんですよね。だって、うみかちゃんが本当の気持ちをね、出してくだらないことを言ってきたから、じゃあ自分がこんなになんか、意固地になるのはくだらねえよっていうところを、うみかちゃんから伝えられていくっていうところが、もう非常に良くて、だからまたたけちゃんのね、くだらねえっていう、なんかしみじみとしてる瞬で、私は泣いちゃって、たんですよ。本当に良くて、めちゃくちゃ素晴らしかったですし、まあ、次の日学校に来てるまたたきちゃんっていうところもまあ良かったなと思うんですけど、なぜうみかちゃんがですね、またたきちゃんに、気持ちを伝えることができて、でまたたきちゃんもまたたきちゃんでうみかちゃんの言葉が刺さるかっていう話なんですけど、まあ、似た者同士だからっていうところがあるかと思うんですよね。で今回の第4話っていうのは冒頭で何やってたかっていうと、東大の地下にですね、秘密基地があるよみたいな、そういうところだったんですよね。でそこで春野ちゃんが何言ってたかっていうと、東大元暮らしってこう言ってたんですよ。で東大元暮らしってこれどういう意味かっていうと、自分の身近なものはかえって分かりにくいっていう、そういう意味があるんですけど、まさにそれがうみかちゃんとまたたきちゃんの関係やと思うんですよ。この二人で似てるから、どっちもコミュ障なんで、どっちとも、素直に本音を伝えられないっていうね。うみかちゃんはうみかちゃんで、ね、ガッチガチのコミュ障やから、伝えられない。恥ずかしくて、まあ緊張して言葉が出ないから伝えられない。そして、またたきちゃんまたたきちゃんで、まあ意固地になって、正直に、物を言えないから本音を伝えられないっていう、似てるんですよ、二人っていうのは。なんか両極端なね、全然性格違うというか、全然ジャンル違うような二人に見えて似てるんですよ。でも、近すぎてわからないよねっていう。その東大元暮らしっていう冒頭の、春野ちゃんのセリフが、最後の最後にしっかりかかってきて、二人の関係性を表してるっていうところも、やっぱ素晴らしいなって思いますし、この、またたきちゃんのおかげで、やっぱ、うみかちゃんっていうのは本音を伝えられた。上を向けたっていう話なんですよね。またたきちゃんが上にパコーンってロケットを出しましたから、で、その時も上向いてたでしょ。またたきちゃんっていう似てる存在やからこそ、うみかちゃんって上を向いて、本音を伝えられたっていうところもあると思うし、似ているうみかちゃんやからこそ、その言葉、くだらない言葉っていうのが、またたきちゃんにも刺さったんじゃないかなっていうところで、まあ、非常に綺麗に二人の友情が、まとめられていたんじゃないかなと思います。ましたので、まあ、素敵な回だったなと、個人的には思った次第でございました。本当に最高でした。それでは最後第1位の発表でございます。先週一番面白いなと思った作品はこちらです。早々のフリーレン9話ということで、まあ、こちらですね、個別に感想動画投稿しておりますので、そちらを視聴していただければなと思うんですけど、やっぱもうさすがに面白すぎたっていう話で、まあ、今回はですね、フェルンとシュタルクが、魔族と戦っていきますよっていう話だったわけでございますよね。で、なんやかんやありまして、もう勝ったんですよ。フェルンと、シュタルクは魔族に勝利したって話なんですけど、これなんで勝てたかっていう話なんですが、1対1ではなく、2対1で戦っていたからなんじゃないかなって個人的には思うんですよね。まあ、見てる感じやと、まあ、本当に 1on1 でね、戦ってるんですけども、フェルンにはフリーレンっていう師匠がいるし、シュタルクにはアイゼンっていう師匠がいるんですよね。なので、フェルンにはフリーレンがいるし、シュタルクにはアイゼンがいるしっていう。だから、2対1で戦ってるっていう構図になっていくんですよね。そこの、まあ、誰かと繋がっているか、孤立して戦っているかっていう、これがやっぱり人間と魔族の大きな違いやったと思いますし、
勝ったものと負けたものの大きな違いだったんじゃないかなっていうところで、非常に素晴らしい戦闘会だったんじゃないかなって思いました。でちなみになんですけども、その個別の感想動画の方でですね、そのシュタルクがボッコボコにされたのに、立ち上がり続ける理由がわからんみたいな、ところもあったりだとか、まあ、その魔族が自分の能力をですね素直に開示するのようわからんみたいな意見もあったんですけど、まあ確かにね、シュタルクがあそこまでボコボコにされていて、もう切られてたからね、斧でバコーンって切られてても立ち上がるのは、まあちょっと都合の良さはあるかなと思います。まあ個人的にはアイゼンにボッコボコにされるっていう経験があるからこそ、まあ立ち上がれたんじゃないかなって、そういう頑丈さっていうところもアイゼンの、鍛錬によって、鍛えられたんじゃないかなって思いながら見ていたりもしましたし、ほんでなんで魔族が全部喋るかっていう話なんですけど、個人的に私思ったのは、人間を舐めているからっていうそこかなと思っておりまして、まあリーニエって完全にシュタルクのこと舐め腐っていたと思うんですよね。だからこそなんか魔力の流れでなんか動きコピーできるんですよって手の内を明かしたと思うんですよ。手の内明かしたところで絶対殺せるから、まあ、別にええわみたいな感じで明かしたんじゃないかなって、そこのまあ魔族の甘さっていうのを見せるための説明だったのかなって私は解釈したんで、何でもかんでも喋る魔族っていうのは特に違和感はなかったですけども、まあシュタルクがボコボコになってんのに立ち上がるっていうところはちょっと違和感は覚えました。まあアイゼンに鍛えられたからなのかなっていうので流しはしましたけども、ちょっと思ったかなっていうところはありますし、まあもうおそらく魔族が人間を舐めていたからだと思うんですけど、リーニエがシュタルクにとどめ刺さなかったじゃないですか。あれもちょっと甘いなみたいな、ところは思いましたが、まあそれを凌駕するぐらい面白い話だったかなと思いますし、まあ今回の第9話って作画ですよね。アニメーションの部分が非常に称賛されているかと思うんですけど、私一番すげえなと思ったのは、そのシュタルクが上着着る時のあの滑らかな動きね。あの戦闘シーンよりも私すごいと思った。あれはぬるぬるやったから、えっぐと思って、見ていたっていうところで、まあ早々のフリーレン9話非常に面白かったんじゃないかなと思ったというところで、以上で終わりたいなと思います。ぜひ皆様の先週の感想をコメント欄で教えてください。チャンネル登録するかどうかお任せするんですけど、おすすめ動画とかになると思うんで、あと1本ぐらい視聴していただくの幸いです。ハッピーラッキーみんな届けで。